今鼓門の前をお待たの方到着されました。今年は女優の笛木優子さん演じたいと思いますということです。笛木優子さん、お趣味は詩とか手紙を書くことっていうふうに書いてるんですけど、お松の方も和歌なんか書かれてたんですか？そうですね、お松の方はあの和歌とかそれから絵も書いてるんですね。今もあの残ってたりしますけど、だるまの絵を描いたり現存してますね。多彩な方だったんですね。また字がとても綺麗な方、残っているあの手紙がありますけども、綺麗な字を書かれる方で、女性のお手本になったという、はい、 ね、そんな、はい、やっぱり良妻賢母9人育ててますから、まあ、そういう意味でも非常に、はいはい、